じゃあ皆さんおはようございます。おはようございます。今日は寒いですね。なんか朝方少し雪がちらついたようでございまして、そうしたお寒い中でですねお越しをいただいたことにまずもって感謝を申し上げたいと思います。さまざまな対話会をやってきておりますけれども、こうした形でですね宮崎公民館で皆様と対話をできることを大変嬉しく思っております。で何より私たち千葉市のですねやってることを少しお話をさせていただいた上で皆様方の率直なご意見を頂戴したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、今日のテーマはですね防災対策と市役所本庁舎の在り方ということで、ちょうど昨日が阪神・淡路大震災から19年目、そして東日本大震災からもう間もなく3年というような時期でございます。で私は実は阪神・淡路大震災の時に神戸市に住んでおりまして、当時高校2年生でございました。で震度7を体験をいたしまして、その時は本当に人生が変わるほどのですね衝撃でございました。で東日本大震災以降ですね、どちらかというとこの津波の話がしばらくはですね多かったんですけれども、当時から私が申し上げていたのは千葉市で考えるべきは津波ではなくて阪神・淡路大震災型の直下型地震による倒壊と火災の拡大、これについて意識を向けなければいけないと。津波はですね東京湾の地理的な構造上ですねほとんど千葉市にはまともな津波としては来ません。想定外というですね1000年に一度やはり館山で高さ10メートルという、1000年に一度しか来ないような津波が仮にあったとした場合に東京湾にそれが入って、かつ千葉市の防潮堤が何らかの理由で壊れていて、で、津波が来た場合それであったとしても3メートルに行かないような世界でありまして、中国で言えば宮古川周辺ですね、ここが少し浸水をいたしますけれども、むしろ美浜区やですね港寄りのところというのはある程度旗揚げされてますので、心配する必要はございません。想定外を想定しても基本的にそれはでそういう問題ではなくて、先ほど申し上げた通り千葉市のような場所が気にしなければならないのはそこではなくて、いわゆる家屋の倒壊、これが一番重要であります。阪神・淡路大震災を見てきた人間とすればですね、そここそが大都市の一番重要なポイントだというふうに思っています。そういうことも含めてお話をさせていただきたいと思っています。じゃあスライドに従って説明をさせていただきます。じゃあまず改めて東日本大震災における千葉市の状況から振り返りたいと思いますが、5強と5弱がこのように震度ありました。で、津波に関しましては最大波が93センチメートルでありました。で次見てください。で人的被害については重傷が3人というような状況でありました。で住宅は何といっても宮間区を中心に液状化の被害がございまして、それによって、全壊や大規模半壊などがご覧の通り起きております。下のこのカッコですね、カッコちょっと数字小さく見えるかもしれませんが、ここが液状化による被害ということで、それなりの規模の被害がありまして、宮間区は災害救助法の適用地域ということで千葉市も被災地という形であります。で次見てください。で、もう新聞やテレビ等でご覧の方も多いと思うんですけれども、昨年末にですね、新しいその地震の確率予測というようなものが出まして、それでですね千葉市が今後30年以内に震度6弱以上の揺れに襲われる確率は 77% ということで、政令市や大都市の中では飛び抜けて高い数値になっております。ですので非常に我々は警戒をしなければいけない、そういうふうに考えています。次で我々の地域防災計画というものを震災以降改めてですねリニューアルをしましたけれども、その時の想定というのはマグニチュード 7.3 で、避難者数が19万人も避難者が出るという、そういうですね、想定を我々はしております。で次目ください。で東日本大震災の時のさまざま私たちは教訓を得たわけでありますけれども、まず一つはですね初動対応に少し課題があったということで、それは何かというと市役所がですね、激しく揺れまして、
職員がですね、とてもとても中にいられるような状態ではありませんで、私たちも職員の安全を確保するために一回退避命令を出さざるを得なかったんですね。ですから災害直後から指揮をしなければいけない私たちの本庁舎職員が一旦避難、外に出なければならないような、状況でありました。そしてまた本庁舎の7階8階あたりはですね、かなりの揺れと被害がありまして、建て直すのに非常に時間がかかりました。実は災害対策本部というのを建てることになるんですが、それは実は8階の一番大広間が我々8階にあるんですが、そこに災害対策本部を建てて各部署から人を集めて、しっかりとした事務局体制を作るということだったんですが、その8階のその大広間が損傷してですね、そこで災害対策本部を開けずに、非常にこういびつな形で災害対応をせざるを得なかった。そのことによってかなりマンパワー不足などのですね、課題がありました。あとは通信の電話の通信規制の影響でなかなか被害状況の把握が進まなかったということ、それから避難所の開設などの初動対応にも一部遅れがあったということ、それから何よりもその時報道でもありました通り帰宅困難者対策ということで、JR 等がですね、締め出してしまった影響もありまして、かなり駅周辺で行き場を失った人々が溢れ、また一斉帰宅による交通機関等の混乱も生じました。当時は私も阪神・淡路大震災の経験からですね、呼びかけられるネット上などではですね、とにかくあえて帰らない方がいいということをですね、申し上げたんですけれども、やっぱりいろいろ気にされている方は東京から無理に帰ろうとされて、あれは特にその後大きな余震等がなかったから良かったものの、場合によっては二次災害が起きた可能性もありました。その後はもう首都圏全員の確認事項としては、むやみにそのいわゆる住民を移動させないということがですね、確認をされたわけでありますけれども、むしろ今まではですね、帰宅訓練というのをやっていたんですね。ですから帰るもんだというような状況になってしまったということです。それから原発の問題などがですね、かなり想定外の対応としては発生をいたしました。次の、それらの教訓を踏まえまして、地域防災計画の見直しを全面的に行いました。まず一つはですね、自助、共助、公助の役割の明確化ということで、自ら助ける、共に助ける、そして公が助けるというこの3つのスクラムですけれども、行政として一番大事なことはですね、行政で大災害時にできないことをはっきりと市民に言っておくっていうことが私大事だと思うんですね。何でもその行政がやってくれると思っていたのにというのが、いざという時に起きてしまってはですね、これはお互いの不幸になりますので、特にですね、私たちが実感をしたのは避難所の問題ですね。私も東日本大震災の後、東北の避難所などを自分自身の目でも見て、避難所を運営されている地域の方々ともお話をしましたけれども、避難所なりがしっかりしているところっていうのは、地域の方が自主的に運営をされているところがほとんどでありました。でそれは何かっていうと、考えれば分かる話でありますが、その地域に住んでいないですね、職員が1人や2人ですね、避難所に来てもですね、じゃあどれだけそのコミュニティのを、統率できるのか、もしくは諸問題を解決できるのかっていうのがあるわけですよね。いざという時に、いろんな困った方々が避難所に集結するわけですから、当然いろいろな問題が発生するわけで、その時に地域に根ざしてない方が果たしてどこまでできるのかということと、それから仮に100カ所以上避難所を開設して、そこに1人2人、2人職員貼り付けると、もうこれだけで200人も職員が取られる形になります。災害時にいろんな応急処置をしなければいけない中で、それだけの現実的にですね、マンパワーを避けるかどうかという話もあるわけであります。ですから東日本大震災の教訓を経て、私たちは避難所運営委員会という形で、地域の方々が避難所を自主的に運営できるように、事前に役割分担や打ち合わせをしておくということをですね、私たちは取り組みとして始めて、もう少し例えばですね、100カ所ぐらいその避難所運営委員会というのが立ち上がっていくことになります。それから防災体制の強化ということで、防災拠点施設の整備強化、そしてまた危機管理センターの整備などが必要であるということを我々は確認をいたしました。他にも情報を、お伝え、市民の皆様にお伝えすると同時に、我々が把握をするための災害情報の共有システムなど、整備をしてきました。
他にも民間施設の避難所の指定だとか、また津波の対策、先ほど津波は大したことがないということを申し上げましたけれども、それでも不安になられる方もいらっしゃるし、何が起きるかわからないということで、私たちは津波避難ビルであったり、もしくは宮間区や中央区の沿岸部に海抜表示ですね、ここは 3.5 メートルですよとか4メートルですよという表示も何百箇所という形で設置をさせていただきました。それから民間事業者との連携ということで、いざという時に民間事業者の方々と、住民を助けるため、もしくは食料の調達やさまざまな形での協定の締結などをしてまいりました。そしてまた液状化の対策も今まさに、宮間区で進んできております。そして帰宅困難者対策も、これはかなり進めてまいりました。それから放射線の対策についても、今計画の中に盛り込んでいます。で、災害を対応するためにですね、それぞれ市、それから区役所の本部の適切な指揮の下で連携するために、防災拠点の整備強化が必要であるということで、まず市の総合防災拠点として、市の災害対策の中心となる本庁舎があります。そして、区の総合防災拠点という紫のところで、これが区役所や消防署になります。それから市の広域防災拠点として、これは緑のところですけれども、広域消防隊ですとか警察、自衛隊などの後方支援型の活動拠点ということで、これはソナのスポーツ公園ですね、あそこ去年給湯検視の防災訓練の中央会場として安倍総理もお越しになりましたけれども、ここがいわゆるいざという時に自衛隊やいろいろ広域の支援部隊が集結をして、そこでキャンプを張るための場所として整備をしております。で、地域の防災拠点ということで、学校や公民館などの避難所なり活動拠点となる場所、それから災害時のコミュニティ活動拠点ということで、自治会館や集会所などの地域が持っている拠点、これらをうまく組み合わせて対応していくということを私たちは考えております。次です。で、整備状況ですけれども、まず市の総合防災拠点本庁舎ですが、これはこの後に説明をいたしますが、災害に強い市役所の本庁舎の在り方についてこの間考えてまいりました。それから次に区役所などの区総合防災拠点については、食料や資機材の備蓄を進めてまいりました。地域の防災拠点については、学校、それから体育館については、今までこの耐震補強が進んでなかったところがありました。十分な耐震強度を満たしていない建物が数多くありましたけれども、この間かなりですね、予算を集中的に投下をしてまいりまして、今の見込みですと平成26年度末までにですね、 100% の耐震化率を達成する見込みであります。県内の主要都市の中では比較的我々は早い方だというふうに思います。また全避難所に備蓄品などをさらに整備をしております。それから市の広域防災拠点として、今蘇我のスポーツ公園の整備などを進めています。次ね。で、本庁舎についてですけれども、先ほど申し上げた通り、かなりダメージを東日本大震災でも受けておりまして、まずですね、ちょっとこれ2つ、これ本庁舎 の横から見た断面図で、1階2階3階ものですけれども、これで見ていただければ、この数値がいくつか、この IS 値、IS 値っていう地震にどれだけ耐えられるかっていう、そういう数値ですけれども、これを見ていただければ分かる通り、満たしていない赤のところが、そういう意味ではですね、0.6 未満ということで、一般の建物としても必要な耐震強度を満たしていないところですね。それから黄色の部分は、防災拠点というのはさらに高い耐震強度を求められますので、そこを満たしていない場所がこれだけあるということで、このままでは少なくとも大きな災害でおいて、ここで災害意識をすることはかなり難しいというふうに思っています。今実は現状は、大きい地震が来たらここをある種放棄して、ポートサイドタワーの供給源が入ってあそこで災害対策本部を立ち上げるというような今状況の中で私たちはいるということです。次目。で、現庁舎が抱える課題というのはいくつかありまして、非構造部材等の耐震性ということで、天井や設備、配管などが、
かなり古いので、地震の影響によって破損落下する可能性があるということ、それから根本的な建物を支える杭の耐震性が低いということ、それから地盤の液状化の可能性があるということ、それから災害時の業務継続に必要な機能が不足をしている。例えばですね、非常に、大きかったのはあの時燃料不足がありまして、私たちもいろんな活動する際に当然市役所のさまざまな、車両の、燃料が必要なんですけれども、それを備蓄する量もですねかなり少ない量しか備蓄できないということで、非常に災害時にはですねを、十分想定した、設計にはなってないということがあります。で次目、それからですね災害面だけではなくてですね通常面においても問題がありまして、市役所の本庁舎って人口がですね今の半分とかそういう時代に作られていますので、市の職員がですね今政令指定都市になって都道府県からも業務が移行されてきてますので、かなり職員が当時に比べればもう一気に増えているわけであります。ですので、当然この市役所本庁舎には全く入りません。で今どうなってるかっていうと、この向かい側にコミュニティセンターがありますけれども、コミュニティセンターにも数多く賃借をして入っていますし、それでも入らないので教育委員会はポートサイドタワーの方にこれも曲がりをして、やっているということで、分散してますので、市民や事業者の方もいろいろ行ったり来たりしなきゃいけないということと、何より賃料が発生しておりまして、毎年ですね5億6000万円実は賃料として支払っているような状況でありまして、30年40年経つともう150億200億という金額が出ていってしまうという状況であります。で次目、それから、そういう意味で上は業務継続が困難になるということ、それから古いのでバリアフリーが十分にその設計の中に盛り込まれていないということで、高齢者の方や障害者の方々が来庁される際にですね、エレベーターであったり、また多目的のトイレであったり、そうしたものが不足をしているということ、環境性能としては太陽光発電などの環境に配慮した設備も導入をされていないということがございます。というわけでこのままではいけないので、何らかの装置をしなければいけないということで、我々は検討してまいりました。で実はその前に、東日本大震災の前に平成12、13年度あたりにやっぱり市役所の庁舎というのはこのままじゃいけないんじゃないかということで、実はその市議会議員で構成される庁舎整備懇談会というものがあったんですけれども、ここで一旦実は議論は立ち消えになっています。で東日本大震災が起きて、やはりこのままではいけないと改めてなり、そして私たちは、震災が起きた23年度に市の内部でまずいろんな課題や対応策を整理をした上で、24年度に建築の専門家による基礎調査をしていただきました。その上で市議会にも基礎調査結果を報告し、そしてまた第三者によるその基礎調査結果が妥当であるかどうかということを千葉大学工学部などの第三者の方々によって検証をしていただいたという、大体3年かけてこうした議論を経て今一定の結論に達してきております。次目、でちなみに他市はどういう状況であるかということですけれども、例えば横浜市、昭和34年に整備をして、千葉市と同じように老朽化の問題が全く同じようにあります。で彼らは東日本大震災を契機に新庁舎建設のための検討本格化して、平成25年3月、基本構想を策定、ですので昨年の段階でも彼らは基本構想というのを策定し、今は基本計画の方の策定にすでに入っている。京都市の方もですね同じように耐震性能が不足していて、庁舎はもっと彼らは古いということで、彼らは、いわゆる文化的価値があるこの本庁舎の方は残す必要があるので耐震改修して、文庁舎の方を新庁舎に、置き換えるという形で、昨年の3月に基本構想を策定して、これも横浜と同じスケジュールで基本計画を策定中だということですね。で川崎市の方はどうかというと、川崎市も、昭和13年に作られた庁舎なのでこれも老朽化していて、これは昨年末ですかね、新庁舎建設のための基本構想を策定をして今市民意見の募集に入っているということです。で次目、
県内市の方は浦安市が東日本大震災を契機に新庁舎建設の再開を発表して、現在もうすでに建設建築工事が実施されています。で、市川市の方も同じような課題がありまして、こちらも昨年の9月に新庁舎建設のための基本構想というのを策定し、今基本設計実施設計をすでに実施に入っていると。で、お隣の習志野市の方も千葉市と大体似たような時期に作られていて、こちらも新庁舎建設の方針が震災直後に発表されて、昨年の3月に基本構想基本計画を策定し、現在基本設計をすでに実施中と、まあ、こういうような感じでありまして、東日本大震災を受けて大体どこの自治体も動きいて、一定の結論からもうすでに次のフェーズに大体移っていると、まあ、我々千葉市は少し時間をかけて議論を丁寧にしてきた方かなと思います。で、次に、で、我々どういう検討をしたかということですけれども、まず今の本庁舎と、これ本庁舎ですね、で、これが議会ですね、議事堂ですけれども、が中央コミュニティセンター、まあ、大体3つメインので、ポートサイドタワーはこれは大体大丈夫なので、機能的にはこの3つを大規模改修、建て替えずに改修したらどうだろうかと、それからこちらは本庁舎と議事堂を大規模改修して、中央コミュニティセンターは大規模改修せずに民間の曲がり賃借を、もしくは購入をしたらどうかというパターンですね。で、こちらは、本庁舎と議事堂等を大規模改修して、さらに敷地内に増築棟というのを新築、するというのはどうだろうかと、それからこっちが、本庁舎を大規模改修して、そして、議事堂のところをリニューアルをして、増築棟の中に議事堂を含める形での増築棟を作ってみたらどうだろうかと、それから6番が新庁、敷地内に、新庁舎を建設、全部含めての新庁舎を作ってみたらどうだろうかと。もう7、8は、もう自前で作るのやめて全部賃借もしくは購入しちゃったらどうだろうかという極端な、これこういう考えられる限り、まあ、全てのパターンを検討をいたしました。次です。で、それぞれのモデルごとに、まあ、どれだけその例えば環境性能だとか安全面であったりだとか機能面だとかっていう建物の性能はそれぞれのパターンでどれぐらい確保できるか、それから建物の維持管理の容易性や費用の効率性であったりだとか、執務の効率性であったり、まあ、そうした使い勝手の部分はどうだろうか、それから敷地、本庁舎ってのは非常に広いので、この敷地を無駄なく使えるようなやり方はどうだろうかと、まあ、この3つの観点で評価をしました。次で、費用の方を考えるときに大事なことは、まあ、当然ですね、費用を一瞬で見たらそれは一番いいのは建て替えずに改修するのが一番よく見えるわけですね。費用面では安く見えるわけです。でも、まあ、皆さん方も大体お分かりだと思いますが、50年とかっていう長い単位で見たときに一番効率的なのは何かっていうのを見なければいけないわけであります。古い建物であれば当然毎年毎年のメンテナンス費用というのはかなりかかります。それからいずれだましだましやったとしても、どこかではそのだましだましはいかなくなって建て替えなければいけなくなります。ですので我々は費用を見るときに、50年、まあ、正確には55年ですけれどものトータルで見たときに、どれが一番このゴールまでの55年間で、メンテナンス費用も全部含めて一番安くなるんだろうかということをですね、考えました。というようなことをやってきた結果、これは建物性能ですね。二重丸が一番良くて、丸が良くて、三角が普通で、この黒い三角が悪くて、ペケはとても悪いということで、で、それからここが施設の、費用ですね。これが費用で、これが維持管理コストで合計コストですね。で、やると、まあ、当然ですけれども民間施設に全部賃借する方が一番高くつくのはこれはもう当たり前なんですけれども、で、これでトータルしてみたときに建物性能とそれから費用面ということで、まあ、大体これぐらいが大体いいねと。で、その中で一番コストも安くなるのが、
新築で全て賃借をやめて全て集約化するっていうのが、55年の、中では性能とコストが一番いいということになりました。でこれをあのいわゆる第三者とかにも一応見ていただいたということになります。ということであの市の内部で検討して、で建築の専門家の方々で基礎調査して、そして第三者評価をしていただいて、であのどのような形で整備をするのがコスト面とそれから性能面でも一番良いのかというのをやってきた結果、新庁舎を建設する方式が防災面も含めた市役所の機能を最も高められ、かつ長い目で見ると一番コストがかからないというこういう結論に達しまして、で昨年末に市議会の方にもご報告をさせていただいて、これからいわゆる新年度予算の中でこの結論の方向で具体的にどういうようなものをじゃあ作ればいいのかということをですね、基本構想ですねをまずは作っていくというのが今の流れになります。これもしかない、あ、はい、で今後についてですけれども、まずは基本構想基本計画を策定をしていきたいと考えております。でやる際に我々本庁舎の敷地はすごく広いので、本庁舎だけをただ建て替えるだけではなくて、しっかり、民間と一緒になるのか、もしくは違う市の施設を一緒にするのか、いずれにしても一番効率のいい形を作りたいと思ってまして、これは民間の知恵やノウハウを取り入れた形での検討をこれから進めていきたいと思ってます。それから我々市の内部で勝手にどんどん決めていくのではなくて、まず付属機関を作って第三者の有識者に常にご意見をしっかり頂戴をしながら、そして市民の皆様方にもアンケートなどをですね随時行いながら、その意見をしっかり集約をして事業を進めていきたいと考えています。でスケジュールについては、実は市役所しばしほどの市役所の本庁舎を、建て替えたりするというのは極めて時間がかかります。先ほど申し上げたように市民アンケートやそうしたいろんな市民との対話であったり、そうした慎重に一つ一つ進めていく必要がありますので、大体ですね7から8年程度今から進めたとしてもかかります。それぐらいのタイミングスパンでの話だということをですね、ご理解をしていただければと思います。というわけで市民の皆様方にも今日ももちろんこれはそうですけれども、今後も適切なタイミングで議論の経過や内容についてお伝えをしながらご意見を頂戴をしたいというふうに考えております。私からの説明は、以上となります。今後は皆様方との意見交換をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。